控除を178万円に引き上げ、現在崖っぷちの石破総理に助けを求められた国民民主党の玉木議員は、全国民の手取りを増やす政策を協力の絶対条件とした。その内容は、所得税の控除額を103万円から178万円に引き上げるというもの。その提案をした後、財務省からは最大8兆円税収が減ってしまうなどの意見が出ており、それに対して玉木議員は、8兆円が国民の懐に行くわけですよね、良いじゃないですかと返答している。他にも財務省は、年内に行うには時間が少なすぎると主張している。どうしてもこれを実行させたくない。財務省は世論の批判を仰ぐためにマスコミに圧力をかけて吹聴し、国民民主党を悪者に仕立てたのである。報道の見出しには、 7.6 兆円の減収、高所得者に恩恵などと誤魔情報を吹聴し続けた。都合の悪い真実を隠すために、ここまでする団体は必要でしょうか。